茨城県上総市の木沼川で堤防が決壊した水害から今日で2年です。決壊現場では水害の記憶を後世に語り継ぐための記念碑の除幕式が行われました。<laughs> 上総市では一昨年9月の水害で1600軒以上の住宅が全壊や大規模半壊しました。 市内では2人が死亡し他に6人が災害関連死として認定されています堤防の決壊現場の上三坂地区では神達市長や住民らが犠牲者に黙祷を捧げその後水害の記憶を後世に語り継ぐための記念碑の除幕式が行われました午前に開かれた地域の防災に関する集会で市長は水害で得た教訓を生かし防災先進都市を目指していくと述べました